皆さんこんにちは、北原です。お元気でしょうか？私はもう梅雨の湿気に負けてかなりバテてますね。いやー、きついですね。もう夏もきついっていうことは分かりきってるんで、できるだけ早めに冬になってほしいですね。ということで、まずは、ちょっと今回突然、まあ気づいた方もいらっしゃるとは思うんですけど、下塗りから始まってるんですよね。もう下塗りが終わった状態で絵を描き始めている録画なんですけど、まあ、これには浅い理由がありまして、いつもは、いや、これいつもやった話じゃないな。前までは、Mac にもともと搭載されているクイックタイムプレイヤーっていうソフトを使って録画してたんですけど、生放送で使っている OBS っていうソフトにも録画機能っていうのがあって、ちょっとそっちの方にも興味があったんで、 OBS の方で録画できないかなということで、ここ 2,3 個の動画は OBS の方で録画してるんですけど、ちょっとね、画質がどうしても私の設定だとマシンのパワーがあれなのかなっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっと悪くてOBS の設定をいじくり回して録画してたら、まあ、録画データ破損してまして、見事にね、線画から、その下塗りしているところ、クリッピング用の下塗りしているところまでが無事、なくなっていました。残念です。ということで、皆さんも慣れないソフトをいきなり使って本番をするのではなく、一回試しましょうという、大変ためにならないお話でした。次は、絵の方の話に行くんですけど、ね、全く関係ない話しちゃってすいません。絵の方の話なんですけど、今回は、白鉛と黒鉛。左の方が黒鉛、右の方が白鉛ですね。画面の方を見て。で、前から見てくれてる人だったら、このキャラクター知ってると思うんですけど、まあ、今回はこの二人をセットで描きたいと思って、やっと描けました。一応ね、最初に白鉛の方から描いてるんですけど、最初から二人セットで描きたいと思っていたので、やっと描けてよかったなーって思います。設定としては黒鉛は重い煙、で白鉛は軽い煙ということで、元々のイラストの方にも結構わかりやすくっていうか、まあ気づく人いるかなぐらいなんですけど、黒鉛の方はこう重い空気で下の方からスーッと流れ込むようなイメージで描いているので、まあ今回のイラストの方でも煙のような髪の毛は比較的下の方に落ち着いてるんですけど、白鉛の方は逆に軽い煙でもうふわーっとどっか行っちゃうようなイメージなので、髪の毛も上の方にふわーっといってるんですね。なんで、まあ、一応二人はセットで、まあ、二人いてちょうどいいみたいな感じのコンビみたいな、そういう感じの二人になってます。でね、今回はちょっと私服みたいな、カジュアルなイメージで描いてるんですね。ってことは、元々のイラストの方は勝負服みたいな感じになってるんですけど、まあ勝負服なんですかね。まあ、そんな感じで今回は2人が私服で好きな格好をしているっていうイメージで描きました。あと特に話すことないんで、しばらく黙りますね。はい、話すことができたので喋ります。今回この T シャツの柄を生放送の方で、まあ、皆さんとおしゃべりしながらこう図案を描いていた、準備してたんですね。で、これもともと私が着たい服を作るために描いてるっていうのもあって、で、まあその話をしたら、欲しいと言ってくださる、まあ大変素晴らしい方々がいらっしゃいまして、で私も調子に乗りまして、このね、2つの T シャツ、登録したので、
販売がねできるようになったので、まあもし興味があったら動画の最後まで見ていただけたら嬉しいなって思います。ただね、どうしても黒 T シャツの方が値段高くなってて、値段がね結構違うんですよ。まあ、そこ驚いたんですけど、なんで、まあ、懐に優しい設定として2人の図案を白 T にしたものと、あと一応純黒煙 T シャツというのがまた一つ別で枠を設けているので、まあ、よろしければよろしくってなんかおかしいですね。まあよろしくお願いします。一応ね、T シャツの印刷代と、その送料とかもあるんですけど、コメダコーヒー1杯分のマージンだけ載せさせていただきました。すいませんね、よろしくお願いしますあ、ということで、まあこういう感じのこともちょくちょく生放送でやっていたり、基本はね生放送はおしゃべりとか落書きがメインでやってるんですけど、気が向いたらそっちの方も顔出してもらえたら嬉しいなって思います。そろそろ終盤に入ってるんですけど、今回ねこの背景後ろ最初は、鏡面みたいなイメージ、鏡みたいなイメージで描こうかなと思ってたんですけど、途中でねいろいろ色をいじくり回してた時に、こう発光体としてもう最初はね平面の鏡みたいなイメージで描いたんですけど、途中から球体に変わったんですね。なんでまあ一応球体に合う形で、まあ背景は後から少しずつ手を加えていったという形になります。ということで完成です。はい、こっちです。よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバイ。